コンシーラー、コンシーラーとは、隠すものといった意味を持つ化粧品である。なお、英語のコンシールは、隠すという意味の多動詞である。一口にコンシーラーと言っても、様々な色味の製品が見られ、個々人の肌の色などに合わせて使い分ける。コンシーラーは主に目の下のクマや顔のシミを隠す際に用いられる。ベースメイクとして、ファンデーションや、 フェイスカラーの代わりに使われる場合がある一方で、ファンデーションを塗る前後に使われる場合もある。肌とほぼ同じか、肌より少し明るい色のコンシーラーを使用するべきと言われている。明るすぎる色を使用すると、その部分だけが目立ってしまうので、ファンデーションよりもやや暗い色を使用することが推奨されている。シミなどによる茶色のクマには、イエロー系かベージュ系、血行不良や、 寝不足による青色や灰色のクマにはオレンジ系のコンシーラーが馴染むと言われる。また、肌のたるみによる影でできる黒色のクマには明るい色のコンシーラーを広範囲に塗ると目立たなくなるとされる。コンシーラーを肌になじませる際には隠したい部分をするのではなく指の腹で軽く叩くことが重要だと言われている。リキッド、筆ペン、スティック、クリーム、パレット、 ペンシルといった種類があり、用途によって使い分けることが可能である。ネイチャーズウェイの2014年の調査では、コンシーラーを毎日使っている女性は、全体の55%であった。このように毎日使用する女性が目立つ中で、コンシーラーがうまく使えないと思うことがあると答えた、女性は79%に上った。また、マイナビウーマンの2015年の調査では、 コンシーラーをうまく使いこなせていると自信を持つ女性は全体の1割程度に過ぎなかった。ありがとうございます。